はい、暗号通貨ニュースです。意図せずというか、嬉しい誤算といいますか、リップル、グッと価格を上げてきましたね。これについては、リップルは終わったんだっていう人もいれば、リップルはね、これからですよみたいな方もいらっしゃって、まあ、どっちなのかなっていうところと、これね、誰かがそう言ったから私もそう思うっていうことではないんですよ。私の場合は、テクニカルという、まあ、絶対的な指標があります。その中で、リップルは、見込みがないなと思ってるわけなんですよ。ただね、やっぱり相場のことっていうのは絶対がないですし、私の見識が浅いかもしれないんですよね。もしくは、まあ浅いんでしょう。ということでね、こうなるはずと思ったことがそうならないってことは、当然ですけども起きるわけですよ。まあですんでね、リップルは私はね、もうこれね、見込みがないんじゃないかなっていう放送を今までも何回もしましたけども、それとは裏腹に値段上がってきてるわけなんですよね。それを見て、私のことを指さして笑うのはいいんですけども、相場っていうのはそういうもんですよ。わからないわけなんですよ。わからない中で自分なりの答えを導き出して、そこに自分の資金を投じてですね、人の意見なんていらないんですよ。人の批判なんて聞いてる暇はありません。自分で考えて、自分で導き出した結論にベットしていく、自分の資産をかけていくと。そしてその結果、それがブレイクしたのか、それとも損失になるのか、それも自分で受け入れるってことですよね。まあ、ですので、自分一人の戦いですから。元よりビジネスってのは、誰かとの関係性がね、強いんですよ。お客さんとの関係性、取引先との関係性っていうのがものすごく重要なんで、人の評判気にしなければなりません。でも、投資ってどうですかね？投資ってのどちらかというとね、人から離れて、商品から離れて、ただ、このチャート、値動きと向き合うだけなんで、無機質なもんなんですよ。その無機質なものの中に人の心理が現れて、狼狽ですとか恐れですとか欲とかね、こういうものが入ってるんですよね。で、そういうのをファンダメンタルとして、テクニカルに組み合わせて、まあ、利益を取っていくというゲームなんでしょうね、きっと。で、リップルが値上がりしたってことは、何らかの、まあ何らかのって知ってるんですけどね、何らかの要因でリップルを買おうと思う人が増えたってことなんですよ。でもまだ少ないですよ。私が買った時って43円平均単価ですからね。で、65円で買ってる、そういうふうな玉もあるわけですよ。ということは、まだまだこれはね、リップルが復活したなんてのは、平均取得単価43円の私から見ると思えないです。ね。リップルが値上がりしたって言って、楽観視できるのは、少なくともですね、リップルによって含み益を持ってる方なんじゃないかなと思うんですよ。ですから、リップル1円で買った方とかね、15円で買った方とか、20円で買った方、そういう方はね、リップル、ああ、やっと上がってきたな、でいいんでしょう。でも私は、平均取得単価43円、そして最高取得単価が65円ですからね。リップルが、確かに、この何日かで、8円ほど上がりましたよ、私が見てるとこ。上がりました。上がりましたけど、まだね、誤差の段階ですよ。私の平均取得単価考えたら。まあ、ですんで、価格予想とかね、その価格に対してどういうふうな気持ちを持つかっていうのは、玉を持ってる人に関して言えばですね、その玉がいくらで取得したものなのかってことなんですよ。最近ビットコイン値上がりしてますよね。ビットコインいくらですかね。多分117万。117万ですね。ビットコイン117万になりましたけども、230万円ぐらいで買った人から見たら、これ値上がりしたっていうふうに胸躍りますかね？躍らないですよね。まあだからね、平均取得単価をもういかに抑えるかっていうのがもうポイントになってきます。私の場合はいろんな暗号通貨が人気を失ってもうベタベタになってね、地を這いずり回る頃に仕入れてるわけですよ。これはウォール街のね、リーマンショックの後の土地、不動産の買い漁りをずっと私はね、お手本にしてきたんですよ。何かの投資に参加した時に、暴落した時に買ってやろうと思ったんですよね。それが、まあ暗号通貨ってものと組み合わさって、私はその時に、仕込みをかなりしたわけですよね。で、仕込むためのお金っていうのをコツコツ稼いできてね、アフィリエイトとか転売とかで。で、そこにあったんで、そっちに計画した金額を突っ込んでいったということです。それで値上がりして含み益が出たものですから、その含み益を新たな資産としてさらに突っ込んでいくってことで、どん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 ね、逆難品をしていったってことですね。の追撃っていうんですかね。追撃で暗号通貨行きました。はい。ADA。どうでしょうか。14円ですよね。十分ですね。うん。4円とか5円とか6円でずっと買い続けてきた私にしてみたら、十分です。しかもプレセールでも買ってますからね。もう今ね、ADA にしても XRP にしても、まあ、ビットコインはそうでもないですけども、ADA と XRP ってのは、私が全部売却したら、市場に価格の影響があるぐらいになってるんではないかなと思うんですよね。まあ、その辺は出来高と、時価総額と出来高とね、よく、噛み合わせていかないといけないんですけども、少なくとも言えるのは、私の、これから売りますよっていう風なアナウンスっていうのは、多くの人の売りを誘発する恐れがあるんで、
もう言わないよっていうことですよね。はい、それでは本日はこんな形でございました。私のことばっかり話してすいません。次はね、相場予測とかね、価格のことについてちょっとね、今後のことを考えていこうかと思います。それでは本日もありがとうございました。